ミラクルチロル44キロは、木村渡る、作、三月マウス、がのライトノベル作品。学研、女神文庫館。全2館。話中の重要なキーワードとなっている、チロルチョコは実在の歌詞であるが、チロルチョコ株式会社より公認を受けており、A パート後書きに、同社の協力に対する謝辞が記されている。発売に際し、秋葉原の一部書店では放送フィルムに、 オリジナルデザインを印刷するデコチョコサービスにより本作の総画を用いたチロルチョコを購入者に配布していた。伊藤文による漫画家作品が家具やボリューム1からボリューム8まで連載され、第9話最終話がウェブマガジンウィングスにて公開された。コミックス全2巻。大学生、タマル一万太氏は大量のチロルチョコを持ってくれも押し迫る。 冬場の街頭に立ち、命の募金を呼びかけていた。命の募金は、承諾書の、私の命を、1、だけ分けてあげますとある空欄に、時間の単位を書き込むことで契約が成立し、大抵の人は、秒の文字を書き込んで引き換えにチロルチョコを1個もらっていた。通りがかりに、命の募金を見かけて、興味を持った、中学生、生つぼみは承諾書の趣旨を、 よく理解しないまま空欄に、生と書き込んだことにより、一生募金してしまう。翌朝、たまるは、投稿前のつぼみを捕まえて昨日、承諾書に書いた、生が、美容や、糞の間違いではないかと問いて出す。つぼみが、放課後、再び昨日と同じ街頭へ出向くと、フェレスと名乗る左目に眼帯をした、無表情な女性から、契約を履行する意思がない場合は返品しても、 構わないと説明される。ただし、期限は承諾書を交わした日から2ヶ月後、来年の2月14日。こうしてたまると知り合ったつぼみは募金活動に協力するようになり、たまるに対して次第に好意を抱き始める。しかし、たまるが命の募金を呼びかける理由は死別した恋人を現世に蘇らせるためであった。著木村渡るが、さ月マウスうすが、 伊藤文、原作、木村渡る、キャラクター原案、3月マウス、スペードコミックス、新書館20 2011年6月30日、ISBN9 兆7844億362万11542011年6月30日、ISBN9 兆7844億362万1161。ありがとうございます。